武将隊士の武士、杉原文重と申す。よろしく頼む。ありがとうございます。さあ、このように我ら秋広島武将隊の演舞を披露いたす。わしは念願の見て楽しむだけで持ち込んだが、ことに合わせて共に手拍子を打ったり、かっこいいと思ったら是非大きな拍手を送ってほしいんだな。さあ、拍手を練習してみよう。さあ、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 さあ
時を挙げられるんだ。今からの勝ち時の練習をいたす上で、少々お付き合いくださいませ。一般的な勝ち時というのは、えいえいよ、なるものが有名だな。これ一般的だな。だが、わしら秋広島の正体の勝ち時は、広島百万一心という言葉を使う。この百万一心という意味は、皆で心を一にし、力を合わせれば何事も成し得るという意味なんじゃな。ではこの百万一心という言葉を用いて、今から勝ち時の練習をいたす。聞こえてくれの、よろしく頼むの。さあまずは皆様、右手に握り拳を作ってくれ。右手をぐっと握りしめるんだな。ほらほら、そしてわしが広島と申した後、ここにおる皆々で大きな声で百万一心と叫びながら右手を天高く突き上げるんじゃ。これが我ら広島武将隊の勝ち時だ。広島百万一心、百万一心、ほらほら、今こそのここにおる皆々で百万一心になろうと力貸してくれの。では広島100万一心、おーい、あんばいだの。これはのみんなすぐできるんだな。ではのなかなか声が出にくいんだな。今一回の口を開いたから喉が開いたの。もう一度みなみなの素敵な声貸してくれ。もう一度参るぞ。さあさあ右手右拳をつぶって、よーい、広島100万一心、ありがとうさん。さあさあ方々、お待たせいたした。武将様の戦自宅とこの部屋じゃ。武将様の戦姿、しかとおかしこんでいたせ、やめなんしゅ。さあ武将おう、love
りたとえ未来が待てなくなる鏡だと上様、我が母竜、毛利輝様、義家黒井様が南宮座に着陣。
政府訴訟の皆様方を続々と関ヶ原へ陣取りされ、万全な態勢を敷かれております。そうか、家元を広家頼んだぞ。天皇様、今方辰野国に対戦、戦況西軍優位との知らせ。そうか、いよいよか。我が毛利軍様のおかげは間違いなしだ。天皇様、徳川家様が進軍、国軍の脇役から帰っております。秀元はどうした。我が毛利軍様のおかげは西軍勝利は間違いなしだ。それが吉川軍に行く手を阻まれ、我が軍様全く動けません。天皇様、徳川家明様が東軍に願いとの知らせ。何、秀明だ。天皇様、もはや西軍は壊滅状態、西田三世殿の陣を捨て敗走されたとのこと。あの日、あの時、この戦場において多くの血が流され、何万という命が奪われた。寺本、あれから418年じゃ。侍従様、あの時の私の判断は果たして正しかったのでしょうか。わしらは天命の中に生かされておるのじゃ。確かに我ら毛利家は敗れ去った。じゃが見るがよい、この太平の世を。民は安らか、民は幸せに暮らすこの世の中、多くの犠牲と引き換えに世は徳川の世となり、日の元は収まったのじゃ。寺本、お前には根性において、お前にしかできぬなすべきことがあるはずよ。私にしかできぬなすべきこと。王者、お前にしかできぬなすべきこと、それは東西両軍が共に手を携え、日の元を盛り上げ、皆を元気にし、笑顔にすること、新たな時代を築くことじゃ。さあ、天元、参るのじゃ。夢の続きをその目で確かめるためにも。Yeah.
佐古公関ヶ原武将シリーズ第5弾小早川秀明のお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。我ら安芸広島武将隊はかつて安芸の国の礎を築いた毛利家にござります。そしてかの関ヶ原の戦い西軍総大将はこいつ、ここにおる我が甥っ子毛利輝元にござります。ありがとうございます。我が安芸の国広島はその輝元を築き上げた広島城の城下町として亡き渡り大きいに大いに栄えた町にござります。我ら安芸広島武将隊は城下町広島の魅力を広く世に伝えるべく450年の時を超えこの現代によみがえってまいったんじゃ。毎週日曜日広島城の二の丸という広場にて1時半と3時の1日2回演舞を行っております。本日はわしの演舞をとくとお楽しみくだされ、よろしゅうお願いいたします。よろしゅう頼む。それでは改めてわしら毛利家の紹介をさせていただきます。まずは我が一行毛利輝元じゃ。広島城初代城主毛利輝元でございます。皆さん本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。広島城初代城主にして関ヶ原の戦い西軍総大将我が一行毛利輝元をよろしく頼む。そして我が父上毛利元就公じゃ。戦国の明かりだ毛利元大将、皆もよろしく頼む。最高の父親とは我が父上のこと、大変我が父上毛利元就公よろしゅう頼む。そしてわしが九重町の城主毛利家次男吉川元就じゃ。皆もよろしゅう頼む。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はこの3名に加え我が城主杉原森重、あ、この一名を超えた慶応名手、ここ関ヶ原武将シリーズ第5弾小早川秀明のステージに出陣しました。本日は我らの演舞最後までとくとお楽しみくだされ、よろしゅう頼む。よろしゅう頼む。では主従様、今日の良き日を祝い、そして皆々様の健康とお宅を記念して勝ちの日を挙げましょうぞ。まずは練習でございまする。お従様、練習をよろしゅうお願いいたします。はいよ。では我々が広島といつも言っておるんじゃが、せっかくじゃから父上、関ヶ原広島と声をかけるのはよいかな。ありがとうございます。では我々が関ヶ原広島と言うたら、南は百万一心と声高らかに右拳を天高く掲げてくだされ。ちなみに百万一心とは皆で心を一つにし力を合わせれば何事もなし得るという意味にございます。ではまずは練習じゃ。ではまずは練習にござります。何か違いましたか。これ2回いった。前関ヶ原広島百万一心。飯食ってみんな元気なんじゃけど、みんな頑張りましょう。もっと強い関ヶ原広島百万一心。南野も共に関ヶ原広島百万一心。そして最後にぞ、関ヶ原広島百万一心。では父上、ほんまによろしくお願いいたします。ではまずぞ大きな声で元気にした。我ら百万一心皆で心に精神力を合わせ共に頑張ってまいろうぞ。未来の明日のために、未来のために、いくぞ関ヶ原広島百万一心。
広島城へありがとうじゃ。ありがとうございます。皆様、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。次は広島で会おうぞ。